このように砂利にちょろちょろ生えてる雑草、こいつをなんとかしようと思ってですね、今回は、こういうものを購入しました。草焼きバーナーチョロ焼きくん、これでね、このちょろちょろ生えてる雑草を焼き切れば綺麗になるんじゃないかと思います。それでは早速このチョロ焼きくんを使っていきましょう。まあ普通のさ、カセットボンベだね、これは。カセットボンベでこれを刺して、あ、ひねればロックされるのか、刺してひねればロックという感じですね。で、ここのつまみを回せばガスが出てくるので、あとはこのパチってやればボーって出てくるって感じですね。それではやっていきます。これ結構近距離でやらんと死なない感じだな。なんかこの草焼きくんも2種類あってね、このノズルが長いタイプと短いタイプがあったんだよね。で、今使ってるのがノズルが長いタイプなんだけども、やっぱ長いとこ立ちながらさ炙れるから楽でいいね。あとカセットボンベっていうのもお手軽でいいよね。なんかもうちょっとさ、なんか本格的なやつだと灯油を使ってやるタイプがあるけどもね、灯油だとなんか、まあ、広い面積やるにはいいんだろうけども、こういうちょっとした庭先のやつを炙るってだけならね、結構なんだ、このプレヒートとか余熱とかで炙らなきゃいけなかったりしてめんどくさいんだよね。これなんだっけかな、80分ぐらい燃焼するって言ってたんだよね、ボンベ1本で80分。ん、どこ、あー、そこ、あ、確かにこのここいいですね。こういう縁のなんか、これ威力発揮するよね。これはいいわ。チョロ焼きくんのもう一つの使い方思いついた。こういう木にさ、こうベーってやるとさ、焼き色がつくわけじゃん。ということはさ、これ焼きすぎとかやるのいいんじゃないの、今流行りのは。焼きすぎ壁を作るときにチョロ焼きくんいい感じかもしれない。これ幅広だしね、バーナーも。先ほどはですね、こちらの最初から付属したボンベで焼いたんですけども、これはね、なんか普通のボンベと比べてちょっと値段が高いいいやつなんだよね。多分火力が強いガスが入ってると思うんだけども、で今度はこっちの安いさ、普通のカセットガスで使うようなボンベでやってみようと思います。規格は一緒だから多分ハマると思うんだよね、うん、よし、ハマりました。まあ、問題は火力だよね。全く問題ないね。普通にさっきの付属してきたボンベと同じように草を焼いてくれますね。あの付属してきたさ、ちょっと高めのボンベって何が違うかっていうのはさ、多分あれ冬とかに使ってもね、あのガスがよく出てくるタイプだと思うんだよ。こういう
今使ってるさ安いボンベはさ、こう寒い冬とかに使うと火の出が悪くなるんだよね。だけど大体こういう草っていうのは夏に出てくるもんだからさ、多分これも夏しか使わないと思うんだよな。だからあんまり関係ないよね、こうボンベが高かろうが安かろうが。だからやっぱ替えのボンベはね、こういう安いボンベでいいよ。お母さんもやってみてよ。まずあれだよ、ここのつまみをひねるとガスが出てきて、でこのこれで着火でやってみてください。そしてどっちも出てきた。そしてここで押す、押すと着火。もうついてんだ。いや、もうちょっとさ出した方がいい。やっぱり全開にしてもいいんじゃない。機械に弱いお母さんでも簡単に使えますね。すごい。あれからしばらくしてまた来てみたんですけども、あんまり草死んでないっすね。こういうコンクリートとコンクリートの隙間を念入りに焼いたんだけども、いまいちだね。こっちの砂利の植物もそんなに死んでないというか、どうなんだろう。あ、これなんか枯れてるね。でも枯れても次から次と出てくるな。キリがないね、やっぱ雑草っていうのは。あ、こっち結構生えてるな、あんだけ頑張って焼いたのに。あ、これがなんか焼いたような跡が。だけど死んでないね。入ってね、大きいのはダメだ、ちっちゃいのだば、ほら。ああ。すぐ。そうだな。ある程度でかくなったらもうダメだ。ダメだな。やっぱり抜いた方がいい。これこういう細いの効くんだよ。ああ。これから伸びるのが細いのいっぱい出た時いいんだよ。なるほどね。うん、あれ抜くにも抜かれるしよ。こういうのとかです。